今日の一問一答ですね。保険料サービス分野、バイタルサインという単元になります。次の記述は、正しいか誤りか答えよ問題。血圧は、心臓収縮期を最低血圧、心臓拡張期を最高血圧という。血圧は、心臓収縮期を最低血圧、心臓拡張期を最高血圧という。というふうにありますが、これは誤りになります。 逆ですね。心臓がギュッと収縮するときですね。血液をバッと送り出すとき。これが最高血圧になります。いわゆる血圧の上というやつですね。心臓がギュッと収縮して血液をバッと出すわけですから、その時に血管にかかる圧力っていうのは最大になるわけですね。ということで、これを最高血圧というふうに言います。それ以外のとき、収縮した心臓というのが戻るときですね。 これを拡張器というわけですけど、これを血圧の下というふうに言っているわけですね。これを最低血圧というふうに言います。ですので、収縮器血圧が最高血圧、そして拡張器血圧が最低血圧になります。で、血圧っていうのは高血圧っていうのがあるわけですけど、高血圧症っていうのは、この血圧の上ですね。血圧の上が140以上、あるいは 血圧の下が90以上のいずれかを指すんですね。まあ、どっちともっていうのももちろんありますけれども、どっちかの場合に高血圧症というふうになっておりますので、まあ、その点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。またですね、血圧の測り方なんですけど、触診法っていう測り方があるわけなんですね。触診法。まあ、手で触るっていうことですね。この腕の上の方ですね、上腕の部分に、 このベルトみたいなものを巻いてですね、まあ血圧計ですね。そこでこう圧を上げていくと、シュッ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 と空気入れるような感じで圧を上げていくわけですね。そして、この頭骨動脈っていうのがあるんですけど、まあ手首の親指側の方ですね。手首の親指の根元あたりのところですね。これをこう触ると、脈をこう確認できますよね。 よくドラマなんかでお医者さんなんかがそこの脈を確認するのとか見たことあるんじゃないかなと思うんですが、そこでこう脈を確認するわけですね。で、この血圧系の血圧、ベルトでギュッとこう腕を締めているわけですけど、これをだんだん緩めていくとですね、ある一定のところで脈を検知できるようになるんですね。トクッとクッて脈を打っているのがわかるようになる。その時の圧っていうのをこれ最高血圧というふうに見るわけなんですね。まあ、そういう形で、 あの、最高血圧というのを見ることができると、収縮期血圧というのを見ることができるということですね。ただし、この触診法というのは、血圧の下は測れませんので、拡張期血圧っていうのは測れませんから、まあ、それ以上腕で、えー、腕に巻いてるその圧をですね、血圧系の圧を下げていっても、もうそのずっと、頭骨動脈の脈っていうのは、その、収縮期血圧、最高血圧が、 分かったところからずっと脈はもう検知されたままですので、ここが下棚みたいなことは分かんないわけですね。ですので、触診法で測れるのは上だけになりますから、それも合わせて押さえておくといいですね。ということで、今日の問題ですが、血圧は心臓収縮期を最低血圧、心臓拡張期を最高血圧という,というふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。